ブラックホールの、まあ、どこまで分かったのか何が分かっていないのかちょっと壮大なタイトルなんですけども、非常にできるだけですねあまり物理使わずに優しく話していきたいと思っております。ここに写ってる写真は多分ブラックホールの観測写真の中で今世界で最も有名なやつですね。イベントホライズンテレスコープっていう有名な望遠鏡がブラックホール、この中心にブラックホールがあって、それを取り巻く光のリングを捉えましたと。あ、ちなみにブラックホールっていうのは一般相対性理論によって予言された光も物質も吸い込む、まあ、暗黒の天体です。光を吸い込むんで真っ黒っていうことですね。普通天体っていうと太陽みたいに光を出すのが普通なんですけども、ブラックホールは光も吸い込むという非常に特殊な性質を持っていると。まあ、そういう天体なんで、まあ、興味深いことは興味深いんですけども、どこまで研究が進んで何が分かってないのかということを話していきたいと思います。で、このブラックホール、どういう研究をするべきか、何を理解するべきかということなんですけど、非常に大きく分けるとこの3つかと思います。1つ目はもうそもそも論として本当にブラックホールは存在するのか。これ第一の疑問ですね。で、もう1つは、まあ、仮にこれがあったとするとというのがもう2番3番ですけど、ブラックホールが本当にあったとするとどのように形成されたのか、どのように成長したのかっていうブラックホールの形成進化過程で、もう1つはじゃあこのブラックホールが実際宇宙の中にあるわけです。銀河の中にあったりするわけなんで、宇宙とか銀河の進化にどのように影響を及ぼしたのか、逆に影響を受けたこともあるかもしれませんけど、宇宙の進化の中でどのような影響があったのかということを調べると、これを全部解明できれば、まあ、ブラックホールの天文学はおよそ全部理解したみたいな感じになるんだと思います。で、思いますが、今どこまでできたかっていうと、この1番目、ブラックホールは存在するのかというのがようやく解決されたというのが現状です。この1番が、それともう一つ言っとくとですね、この1番が研究テーマになるというのは大変自然科学の中ではとっても珍しいことの一つかと思います。天文学でもそうですし、他の自然科学でもそうだと思うんですけど、普通は不思議な天体がありました、不思議な現象が見つかりました、さあ何が起こってるんでしょうかというふうに研究が始まるので、普通は1番は最初からクリアされてることが多いです。でもブラックホールだけはちょっと天文学の中で特例で、初め理論上の産物として登場しました。なのでブラックホールが存在するかどうかを確かめるというのも研究テーマになってたんですね。ここが他の天体とブラックホールのちょっと大きな違いです。で、ようやくこの1番がクリアできましたというのが現状です。もうちょっとだけそのブラックホールの研究の歴史を紹介します。ブラックホールの研究というのは実は歴史が浅くて、1915年、16年、100年ちょっと前にアインシュタインが一般相対性理論を発表することで始まります。一般相対性理論のが発表されるとすぐにですね、シュバルシルトという人がこう数学的に一生懸命計算してですね、ブラックホールという解がありますよということを証明します。ただしこれはあくまで数学的な、数学を解いてみたらできたよっていうことなんで、宇宙に本当にブラックホールが存在するということを証明したわけではありません。一般相対性理論の解の一つとしてブラックホールがあり得るということを言っただけです。なのでこれからですね、このブラックホールという非常に奇妙な天体が本当にあるのか、まあ、数学上の産物、理論上の産物であって現実にはないのかということを研究しなければならないということで、ブラックホールの存在証明をするという研究がスタートします。で、少し進みますとですね、ブラックホールがあるないの論争の第一幕として、チャンドラセカールとエディントンの論争というのがあります。当時の天文学では、星が燃料を使い果たす、太陽みたいな星が燃料を使い果たすと白色矮星という小さくてですね、ちょっと重めの星になるというふうに考えられていました。ただし、なので全ての星が白色矮星になるんであればブラックホールにはできません、ブラックホールなんてなくていいですという理論なんですけど、それに対してチャンドラセカールが、ちょっと待ちなさいと、白色矮星という星は実は上限、質量に上限があると、どんな大きな星でも白色矮星になっておしまいということにはならないと、もっともっと潰れてしまうと、自己重力でどんどん潰れてしまうということが起こりえますよということをチャンドラセカールという人が数学的に物理的に証明します。で、その次、白色矮星に質量の上限があるということは分かったんですが、今度は中性子星という、まあ、もう一つの可能性もあって、大きな星が進化した末に中性子星になる、中性子星になってしまうんであればブラックホールにもでは潰れないというような話もあったんですけど、これもこのオッペンハイマーとホイーラーがいろんな議論の末に、最終的には、ブラックホールが
存在してもおかしくないと、理論的にはブラックホールが存在するだろうということをホイーラーという人が証明します。ちょっとここは端折りますけども、こんな感じでですね、ブラックホールはあるのかないのかというのが散々議論されて、最初に理論的にブラックホールが存在しうるということが証明されます。理論が先です。ただまだブラックホールは見つかっていないという状況です。そして1970年代になりますと X 線天文学が発展します。そしてですね、白鳥座 X1、 これシグナス X1 というふうに英語では言いますけども、スパコンのシグナスと全く同じですね。シグナス X1 という天体がどうやらブラックホールだろうということを多くの天文学者が認めます。こう童貞って書いてあるのは間接証拠の集合体でしかないんですけど、まあまあブラックホールだろうというふうに思われた天体の第1号が白鳥座 X1 です。ただ直接証拠というにはやっぱりどうしてもまだ弱いので、ブラックホールが存在することの直接証拠を探すという旅はまだ続きます。歴史が変わったのが今世紀になってからです。2016年に、ブラックホールが放出した重力波が初めて検出されて、これがブラックホールが存在することの強い証拠となりました。そして2019年、そして今年2022年にブラックホールの撮影に成功しました。冒頭に紹介した光のリングです。これによってブラックホールが存在するということはもう確たるものとなりました。100年越しのちょうどアインシュタインの一般相対論の提唱から100年経ってますので、100年越しの悲願が成就したということになるわけです。これが有名な2つの写真ですね。これ2019年に発表されたもので、 M87 銀河の中心にある巨大ブラックホールとそれを取り巻く光のリング、こっちは今年発表されたもので、私たちが住んでいる天の川銀河の巨大ブラックホールとそれを取り巻く光のリングというものです。重力波の方はちょっと今日時間なくてお話ししないんですけども、こんな風にブラックホールの影が映されたので、ブラックホールは確かに存在する、ブラックホールの存在は間違いないですよという話になりました。当然記者発表もされましたし、新聞でもよく取り上げられました。でこれでですね、一応ブラックホールの存在を証明するという研究は完結したというふうに思ってもいいと思うんですけども、この光のリングが映るとなんでブラックホールだと言い切れるのかと言えるのかということをちょっと説明していきたいと思います。ここからちょっと理屈っぽい話です。というわけでですね、ブラックホールがあるとなんで光のリングができるんですかという話を非常に簡単にしたいと思います。非常に簡単にしたいので、現実のシステムよりもちょっと簡単なモデル化をして説明したいと思います。この中心にあるのがブラックホールです。でそのブラックホールの周りには今希薄な密度の低いガスが覆っていると。で実際はこのガスがですね、密度の濃いところ薄いところあったり、もっと言うとブラックホールの周りを回転運動してたりするんですけど、いろいろあると面倒くさいので、ここでは静止した希薄なガスがブラックホールを取り囲んでいるということを仮定して説明していきたいと思います。ちなみに観測者はこの図で右側にいて、地球がこっちにあると、こっち右から左にあるブラックホールを観測するという条件設定です。先ほどの光のリングどうしてできるのかということを理解するためには2つの基礎知識が必要です。1つずつ説明します。1つはですね、重力が強いところで光の軌道が曲がるという現象です。隕石とか人工衛星でもそうですけども、地球とか太陽、重力源の周りをこう運動してくると軌道が曲げられてこんな風に飛んでいくと、これはなんとなく想像つくと思いますけども、重力が非常に強い状況、ブラックホールの近傍みたいに重力が非常に強いところでは、この隕石だとか宇宙船の軌道が曲がるのと同じように光も曲がると、光の軌道も曲がるという現象が起こります。別名でこれ重力レンズと、重力の力で光が曲がるというレンズ現象が起こるので重力レンズというふうに言われたりします。これは正式に言うと一般相対性理論を勉強しないとわからないんですけど、ここではちょっと天下り的にそういうもんだというふうに認めてください。厳密に言えば私たちのこの地球上でも光の軌道はちょっとだけ重力の影響でこう下に曲がっていますが、地球の重力はもう光のスピードから比べると激烈に弱いので、ほとんどそんなことは起こらなくて、光は直進しますよというふうに中学生とかの理科で教えていても間違いではないということになります。ただ厳密には曲がります。でこの光の軌道がですね、重力の影響を受けるということが起こると認めていただけると、こんなことが起こります。
右のスライドは人工衛星が地球の周りをぐるぐる回ると、これちょうど重力と遠心力が釣り合うとところでこうぐるぐる回れるというわけなんですけど、これとほとんど同じような現象が光でも起こります。ちょっと想像してもらうと分かるんですけど、ブラックホールから離れたところを通過する光の軌道は、まあ、曲げられながら飛んでいくということになります。で、ブラックホールに近づきすぎた軌道はブラックホールの中に、まあ、光が吸い込まれるということでブラックホールの中にスポンと吸い込まれてしまいます。ギリギリですね、吸い込まれずに、ブラックホールの周りをこうぐるぐると周回する、この人工衛星が地球の周りを周回するのと同じようにこう周回しながらちょっとずつちょっとずつ外側にずれていって地球の方に飛んでくるという、こういった軌道も起こり得ます。ギリギリ吸い込まれずにブラックホールをぐるぐると何度も周回する軌道がある、光があるということが起こり得ます。これ予備知識の一つ目です。近づきすぎたやつは吸い込まれる、遠いやつはまあ遠くをこう通過していく、ギリギリぐるぐる回る軌道があるというわけです。で、2つ目。これはですね、星間ガスの量が多いほど明るく見えるという話なんですが、まず最初に懐中電灯を使って説明したいと思います。今、こちらに2人の観測者がいて、4つの懐中電灯がこの視線に並んでいる状況と、2つの懐中電灯が視線に並んでいる状況を考えましょうと。これも直感的にも分かると思うけど、当然上の方が明るいです。この矢印を見てみると分かるんですけど、赤い矢印を出す電球、オレンジの矢印を出す電球、紫、青とになってますが、これ4つ分の光が重なってくるので、当然明るいと。2つ分の光しか来ないので、こっちよりは暗いという状況になります。これは当たり前の話かと思います。ただまあ宇宙には当然ながらこういう電球というのはないんですけども、その代わりをしてくれるのが星間ガスになります。宇宙にあるガスは多かれ少なかれちょっとずつ光を出しています。これ別に星間ガスだけじゃなくて全ての物質、ダークマターを除く全ての物質は多かれ少なかれちょっとは光出します。私たちも目では見えませんけども、体温に応じて例えば赤外線出しています。なので赤外線カメラで動物映すと明るく映ったりしますね。それと全く同じで、その物質の密度や温度に応じて特定の光を出すということになっていますので、星間ガスが先ほどの電球の代わりになってちょっとずつ光を出してくれます。で、上のような状況、星間ガスがこうたくさん連なっているような状況は豆電球がいっぱい並んでいるのと同じ状況なので、光がたくさん集まってきて明るいという状況になりますし、ちょっとしか星間ガスがないと比較的暗いという状況になります。この観測者の視線上にどれだけ星間ガスが並んでいるかで明るさが決まる。上みたいな状況は明るいし、下みたいな状況は暗いということになります。この2つの予備知識だけを使って、もう一度先ほどのブラックホールの周りの話をします。最初にお伝えしたのは、重力の影響で光の軌道が曲がると。そのためにギリギリブラックホールの周りを周回して地球に来るという軌道が起こり得ると言いました。で、それにブラックホールの周囲には希薄な星間ガスが広がっているということを加えて考えています。そうするとこの黒い線に沿ってやってきた光と赤い線に沿って飛んできた光、どちらのポイントが明るく見えるかというと、この赤いところだけがめちゃくちゃ明るく映ります。この黒い線の方、まあ、ここからここまでですね、この軌道上に星間ガスが、分布していますけども、この赤い線の方がもう何回も何回もこうブラックホールの周りを周回するので、この視線上にたくさんの星間ガスが並んでいるという状況になっています。この黒い線の方は、まあ、このぐらいの距離はありますけども、星間ガスが少ししか並んでないという状況なんで、この黒い線のところは暗い、赤い線のところはめちゃめちゃ明るいということになります。で、今は上半分だけ使って説明しましたが、当然これ対称性のある系なんで、下でも同じようなことがあって、ブラックホールの周りをぐる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 回ってこれるこの赤い軌道だけはめちゃめちゃ明るくなります。
この黒い軌道のところはさほど明るくないということになります。紙面の奥行き方向のところがちょっと書きづらいんで、なんとなくイメージなんですけど、こう回転方向に奥行き方向にも対称性がありますので、それをちょっと考えて頭の中で想像していただけると分かると思いますが、この赤い線のところに対応するところだけがめちゃめちゃ明るくて、残りはみんな暗いという状況になるので、こういう光のリングが撮影されます。だからこそこの光のリングが映ると、これはブラックホールの証拠だというふうに言えるようになるわけです。で、次にですね、じゃあこの光のリング、こんな簡単な数学でできるんだったら、もうずっと前から観測されててもいいじゃないかという話に確かになるんですけど、実は観測するのは難しいって話を後半にしたいと思います。じゃあそのブラックホールのサイズは何ぼですか。ブラックホールのサイズを計算するのは、これまた一般相対論でやるんですけども、ここでちょっとお気楽にですね、こういう宇宙船であり野球のボールであれ何でもいいんですけど、地球上からボーンと放り投げたら、位置エネルギーが運動エネルギーよりも勝ってると落ちてきちゃいます。スピードが足りないということですね。で、運動エネルギーが勝ってると、宇宙速度になってると遠くまで飛んでいくということになるので、結局は運動エネルギーと位置エネルギーどっち勝ってますかで、脱出できるかどうかが決まると。で、ブラックホールっていうのは光が脱出できるかできないかのギリギリということなので、この速度2乗を光の速度の2乗に変えてあげると、大雑把にこんな条件がありますよという式が出てきて、これがブラックホールの半径に対応するものになります。右辺見てみると、 G とか C とかはこれ万有引力点数と光の速度なんで、ブラックホールの質量、天体の質量だけで半径が決まるという非常にシンプルな関係になってます。で、こういうことをやるとですね、ちょっとニュートン力学的に光を粒子と考えてやってるんですけど、この結果だけはですね、本当に偶然ですけど、一般相対性理論とファクターのズレもなく厳密に一致します。なんでこんなに見事に適当なこんな理論が一般相対論と完璧に一致するんですかって私も分かんなくて、一般相対論のすごい詳しい人にも聞いたことあるんですけど、分からないと言われました。なので、もう神様からのプレゼントだと思ってありがたく使わせていただいております。で、さっきの式なんですけど、定数のところにちゃんと値入れてあげると、もう式は超簡単です。3km かける、ブラックホールの質量が対応するのは何倍ですかっていう、このファクターかけてあげると、もうブラックホールのサイズは決まります。超簡単なんで、大体の天文学者暗記してます。で、ただしですね、これに実際の数字入れてみると、ブラックホールがめちゃくちゃ小さいってことが分かります。仮にですが、太陽と同じ質量のブラックホールをがあったとしましょうと。そうすると太陽の半径が1、10、100、1000万、70万キロメートルに対して、ブラックホールは3キロメートルになります。さっきの式そのままです。で、もう一個例として、例えば地球の質量、地球と同じ質量のブラックホールがあったとすると、地球の半径が6000キロメートルに対して、ブラックホールの半径は9ミリということになります。同じ質量で考えると、めちゃくちゃちっちゃいというのがことになります。めちゃめちゃちっちゃいので、さっきのリングもめちゃめちゃ小さいわけです。近くに大きなものがあってくれれば観測はしやすい。だけど小さいものが遠くにあるというのは当然観測するのが難しいということになります。これはまあちょっとした例ですけど、皆さんご存知かもしれませんけど、月と太陽って実は地球上から見ると見た目の大きさも同じです。多分偶然なんですけど、太陽の方が月よりも全然大きいです。全然大きいですけど距離が全然違うので、近くにある小さいものと遠くにある大きいものが同じ大きさに見えると。まあそういう関係ですけど、じゃあそういう意味で近くに大きなブラックホールがあってくれればいいんだけど、それはない。じゃあ一番見た目の大きさが大きくなるのは何だろうというふうに調べてみると、一番条件が良かったのがこの M87 銀河だったんですね。5500万光年彼方ということで、ものすごい遠いところにあるんですけど、そこにあるブラックホールの質量はだいたい65億倍の太陽質量、まあ、これ結果論ですけども、それぐらいすごく大きなブラックホールがあるんで、ブラックホールの半径は200億キロメートル。大きいブラックホールなんですけど、でもやっぱりこの距離が効いてきて、ものすごく小さくしか見えないので、観測は激ムズということになります。で、この激ムズがどのぐらい激ムズかということを、視力って皆さん、まあ、0.5 とか 0.3 とか人もいらっしゃると思いますけど、まあ大体こんな数字出てきますよね。で、じゃあブラックホール、M87 銀河にあるブラックホールを見るための視力はいくらですかというのを、皆さん一瞬でいいのでなんとなく想像してほしいんですが、はい、じゃあ答え出します。3、2、1、はいと。
どっかの、あの新聞とかで見られた方もいるかもしれませんけど、視力300万っていうのが必要になります。視力300万っていうのは、あの月の上にある野球のボールが見えるぐらいというふうに言われています。もうそんな視力300万をあの達成するための望遠鏡というのは地球上にはありません。なのでイベントホライズンテレスコープは何をしたかっていうと、ちょっとテクニカルな話なんで私もあんまり詳しくはないんですけども、世界各地にある望遠鏡を仮想的に連結して、あの干渉鏡というシステムを作ります。そうするとですね、あのその視力に関してだけはなんですけども、地球サイズのパラボラアンテナを作ったのと同じだけの視力を達成するということが、まあ、原理的に可能になるので、まあ、効率よく地球サイズの望遠鏡を作ったということになります。これによって視力300万を達成して、こういったブラックホールの撮影ができましたということになったわけです。まあ、それでようやく写ったのがこの2枚の写真ということになります。ということでですね、いろんな努力の結果ですね、まあ、99% OK と思うとブラックホールの存在は証明されました。この1番2番3番のうちのもう第一歩ですね、そもそもこの自分たちが研究する天体が本当にあるのかないのかに関してはやっぱりあったということで、ようやく解決されました。ようやくその次に行けるわけですね。ブラックホールはどう形成されたのか、どういうふうに宇宙の天体の形成に影響を与えたのかと。これが今現代天文学の最前線と言ってもいいかもしれません。私たちのグループでも一応そういうことを頑張ってやってまして、銀河の中心にある巨大ブラックホール、大質量ブラックホールはどこから来たのか、ブラックホールのその種になるブラックホールも超新星爆発でできたんだろうかとか、なんか超昔の星が死んだんだろうかとか、超大質量星が崩壊したんだろうかとか、いろんな可能性があって、でもそれでも10万倍の太陽質量ぐらいしか最高がないので、やっぱり何とかして太らせなきゃならない。そうするとブラックホールが宇宙の中を、太陽系と同じように銀河の中をこうフラフラしながら周りにあるものをガンガン吸い込んだんだろうかとか、合体しながら成長したんだろうかとか、隣の星をなんか巻き込んだんじゃないだろうかとか、まあ、銀河の中心にドーンと現れていきなり周りのものを吸い込んだんじゃないだろうかとか、いろんなことを考えて可能性を探っているという状況です。うちの研究室の学生の一人の方は、この浮遊するブラックホールが星間ガスをどんどん食べていったんじゃないかという仮定のもとに、スーパーコンピューターを使った流体力学計算、まあ、その他にもいろんな物理がいっぱい入っている計算をして、ここにあるブラックホールが星間ガスをこう吸い込む、なんかこれ定常じゃないんですけどね、バカバカ吸い込みながら成長していくんじゃないかとか、この時にブラックホールのスピードがどう変わるんだろうかとか、まあ、そんなことを計算しているというのがもう一つやってます。ブラックホールの形成問題ですね。でもう一つは、じゃあ今度は宇宙への影響の問題ですけど、ブラックホールが物を吸い込んでおしまいならいいんですけど、実は一部の物質は吸い込みきれなかった物質がですね、すごいスピードで吐き出されるということも分かってきています。ブラックホールの中に入ったものが吐き出されるのはありえないので、吸い込まれる直前のものが向きを変えて吹き出すという現象で、これジェットと呼ばれるんですけど、これ楕円銀河です。あの多分馴染みのない方にもいらっしゃると思うので、ちょっと丁寧に説明すると、あの銀河って星の集団ですけど、この白くぼんやり映っているのが星の集団で銀河です。でこの銀河の中心からですね、銀河本体を突き破ってものすごい勢いで吹き出しているのがジェットというやつで、多分中心にあるブラックホール近傍から発射されてるんだろうというふうに考えられています。こっちはもうちょっとですね、あのもう動画になってるので見やすいと思いますけども、中心にあるこれ何か見えてませんけども、多分ここにブラックホールがあって何か物質が吹き出してるんだろうというふうに言われています。これは銀河系内の天体で、わし座のところにある天体です。何が起こってるかというと、ブラックホールの周りにある物質が渦巻きながら吸い込まれていくんだけども、吸い込まれる直前に向きを変えてあっちゃこっちゃに吹き出してるんじゃないかというふうに考え、想像してます。これ CG です。もちろんあの大半の物質は吸い込まれるんだけど、一部の物質が突然向きを変えて吹き出してるんだろうということが想像されていて、でもそんなこと本当に起こるんかいなということで、私たちのグループでは一般相対性理論、電磁気学、流体力学、副斜層、いろんな物理素仮定をガンガン組み合わせて、非線形な方程式をスーパーコンピューターで解くという方法で研究しています。これは今 D2 の宇都宮君の研究成果なんですけど、ブラックホールに物がこう吸い込まれながらですね、一部の物質がこうちょっとなんとなくわかるかもしれませんが、上下に向かって激しく吹き出していくと、さっきの CG みたいなことが起こっているということがスーパーコンピューターの中で再現できるようになってきましたというのが研究成果の一環です。というわけでですね、あのブラックホールの研究どこまで分かったんですかというと、まあまあ分かったというのは
存在していることが分かったというぐらいで、この先ですね、どのようにそのブラックホールが形成されてきたのかとか、さっきのジェットなんかを通じて銀河とか星にどんな影響、下手すると生命の誕生にまで関係するかもしれませんけど、宇宙の進化にどのような影響を及ぼしてきたのかっていうのは分かってないので、これからそれを調べる時代、本格的に調べる時代になっていくだろうと思われます。そうなるとですね、ブラックホールの近傍だけ調べていればいい、ブラックホールの物理だけ調べていればいいというのはもう時代遅れで、そのブラックホールので起こった現象が銀河とかにどんな影響を与えますか、宇宙論的な天体の形成にどんな影響を及ぼしますか、逆に宇宙や銀河の進化がブラックホールの周辺環境にどんな影響を及ぼしますかということで、ブラックホールを中心に天文学、あらゆる天文が関係して、天文現象が関係しているという、これを解明するという時代に移り変わってきていると思います。なので、私たち宇宙物理研究部門も、いろんなスケールのことをいろんな専門家の先生方が研究しているので、それをかき集めてですね、いつかこのブラックホールが138億年の歴史の中で、どのように生まれて、どのように影響を及ぼしたかっていうのを解明したいというふうに考えています。当然、大規模数値シミュレーションが最強の武器なので、ますます重要になっていくだろうと思います。